いざ。でしょうか。カオ、大丈夫か？なんでもう居眠りしてるんだ？昨日はよく休めなかったのか？ああ、いえ、私は大丈夫です。それよりも、まずは大事な話をしましょう。帰った後、パイモンさんから聞いた状況を細かく分析しました。溺れた人を助ける、そして音楽を奏でる、この2点に関しては人でも仙人でもできる人は少なくないとしか言えません。けれどその音楽が人に生死の境にいる現状さえも忘れさせ、気がつけば岸辺に戻っているというと。おそらく普通の人間は曲に秘められた戦力を感知できない上、彼自身の体周辺に漂っていた力の源もわからなかったために、こういった曖昧な描写になったのだと思います。この話が確かならば、きっと本物の仙人が手を差し伸べて助けてくれたのでしょう。え？フォンテーヌで言い伝えられた話はまさか本当だったのか？でもあいつらの想像してたその女性の姿ってどんな感じだったんだろうな。おいら気になるぞ。象徴みたいなやつか？いい感じだな。でもリーユへの仙人たちとはちょっと差がありすぎるぞ。そういえばふと気になったんだけど、もし今からカンウが同じように人を助けるとしたら、どんな風に助けるんだ？え、私がですか？人を岸辺まで引き上げた後は、どこか近くの木の後ろにこっそり隠れて相手の状況を観察すると思います。そしてその人が無事であることを確認したら、こっそり離れます。わかったぞ。カーンはいいことをしても、名を残そうとはしないタイプなんだな。いいえ、その、説明するのもとても面倒ですし、人からの好意を受け取ることも苦手ですので。おう。当時の仙人もそう考えたんじゃないのか？だから何にも言わずに行っちゃったんだ。うん、ほっ、ふん、ふん、わらわはたまたま通りすがっただけ、ついでに助けたまでだ。多くを語るでない。
凡人ごときのせいで危うく金を引く興が覚めるところであった。パイモンさんのモノマネ、少し龍雲神君に似てますね。私の知る限りでは龍雲神君は楽器の演奏を得意とはしていませんが、だからといって彼女である可能性が完全に否定できるわけではありません。今から奥蔵さんに行って神君を見つけて聞いてみるのもいいですね。そうすれば直接確認できますし、それに私はリーユエコーに長く居すぎたせいで仙人との関わり合いも少ないのです。こういうことを聞きたいなら一番詳しいのは彼女でしょう。いいぞ、龍雲神君とも仲良しだし、今回は食べ物を持っていかなくてもいいよな。お祭りの手土産はもう準備しました。ただはい、シン君はいつも閉じこもって仕掛けの術ばかり研究していて、ずっと孤独です。人と話す機会があればシン君は、仕方ありません。もうドヴォルザークさんを助けるとお約束しましたから、契約は成立してしまいました。悩んでいるわけにはいきません。お二方とも、今すぐ龍雲神君の洞天へ出発しましょう。カンはどうやらすっごい決心をしたみたいだぞ。こいつの気持ちもわかるよな。じゃあもし今年も龍雲神君がまた世間話をするなら、オイラたちの方で話題をずらしてやろうぜ。あれ、もう姿が見えないぞ。おーい、カオ、オイラたちを置いていかないでくれ。疲れちゃったぞ。お前たちは休まなくて大丈夫なのか？龍雲神君、留守だなんて。無駄足だったのかよ。神君は普段からほとんど外出しません。昔からお祭り期間中はいつも他の仙人たちの方が彼女の元を訪れていました。はい、落ち着いて考えさえすればシン君は様々な状況に対応できますから、心配する必要はありません。ここが無駄足だったなら、次は他の仙人の洞天を片っ端から訪問していくべきかもしれません。まだ走るのか？
わかった、いい考えを思いついたぞ。パイモンさん、どうぞ。オイラたちの今の目的はあの仙人を探すことだろ。確かに音楽は聞こえてないけど、でも優しい仙人なんだから、いつ人が水に落ちたって助けてくれるはずだよな。はい、確かにその通りですが。だったらこいつが水に落ちるふりさえすれば仙人をおびき寄せられるぞ。オイラが泳げないのはお前も知ってるだろ。本当にボコボコボコって沈んでっちゃうぞ。ヒヒ、オイラを信じてくれ。あ、そっちの水は深そうだから早く真ん中へ泳げ。何事だ？もう何ともないか？神格コウマ大聖。早くなんとか言えよ。オイラに説明させるのか。ね、わかったよ。オイラが言えばいいんだろ。オイラたち今音楽を演奏できて溺れた人も助けられる仙人を探してるんだ。でも仙人たちはずっとおとなしく洞天にいるわけじゃないし、見つかったとしても情報をつかめるとは限らないだろう。我ではない。わかってるぞ。仙人は女性だったはずだ。我が仙人でないこと旅人とパイモンは知っておるはず。る、オイラが悪かった。認めるぜ。こんなに気まずい状況になるって分かってたら、変にアイディアを出さなかったぞ。無事ならいい。我の知る限り、夜叉の中に、お前たちが探しているものはいない。それからこのようなやり方は気が気でない。次からもう試すな。コウマ大聖は相変わらず風のようだ。そうですね。返事するのも気が引けました。神格、近頃の修行はうまくいっていますか？怪盗祭の間、予定がないなら一緒にリーユー校に戻って過ごしませんか？今年は師匠と一緒に過ごすつもりなのだ。だが。あ、龍神君といえば、最後に会ったのはいつですか？
今日だ。朝早くに出かけ、古老さんの方へ行ったが、先方で鍋の形をした仕掛けを守っているのを見た。おそらく利水定山神君へ送るものだろう。詳しくは聞いておらぬ。さっきはちょうどいなかっただけだったのですね。とりあえず皆さんはこのまま話していてください。私は手土産を童貞へ置いてきます。うむ、すまぬ。今の感じ、神格とカーンはだいぶ仲良くなったんだな。ああ、夏と冬は師匠と共に修行し、残りの時間はリーユエコーで俗世の生活に順応している。彼女は我のために町での住処を手配して、いくつかの仕事まで進めてくれた。だが我が彼女の周りにいる人間の真似をして、カンウ先輩やカンウお姉様と呼んだら、やめてくれと言われてしまった。学ばねばならぬこともあれば、学んではいけないこともある。覚えるのが大変だ。なるほど、覚えたぞ。そういえば、二人が師匠に会いたいというのは、探している仙人と関係があるのか？そうなんだ。あ、神格は山で修行してるときに、なんかの音楽を聴いたりしてないか？音楽とは何だ？お前を喜ばせたり落ち着かせたりする声とか音のことだぞ。張り詰めてたり、あと怖かったりする音も入るのかな。行ってきました。シン君は置き手紙を見れば私たちを見つけられます。もう無駄足になる心配はありません。おお、便利だな。ちょうど音楽の話をしていたところだ。それのことなら毎日聞こえる。ついてきてくれ。え、本当かよ。じゃあ早く行こうぜ。
ここだ。いつもここで音楽と共に修行するのが好きでな。も？もも。もももももどうしよう。おいら、耳がダメになっちゃったかも。何も聞こえないぞ。そんなって、そんなわけあるか。ちゃんとお前の声は聞こえてるぞ。でも、音楽って一体どれのことだよ。鳥が鳴いて水の音がサラサラ、このような落ち着く音は主らが探しているものではないのか。あ、おいらさっき話の途中だったぜ。もうおいらが悪かったよ。神格、オイラたちが探しているのは自然の音とかじゃなくて、楽器とかで奏でる旋律のことなんだ。旋律？子供扱いするなよ。童謡は歌えるけど、お前に言われた通りにするのは嫌なんだぞ。あのな、お前が自分で歌えばいいんだろ。神格も聞いたことあるあれとかさ、そしたらわかりやすいし。それって、この前ウンキンが劇で歌ってた歌か？そうだな。その旋律なら音楽って言えるぞ。過去に戻ったような気分になった。目を閉じれば、空を舞う満天の小灯が目の前に浮かんでくるような。まるでまた皆と一緒に軍玉閣で祝杯をあげているかのようだ。ウンキンのステージを見た時、胸の中が温かくなって、酒が腹に入る時さえも温かさを感じていた。今日再び主からこの歌を聴いても、当時の気分はまるで変わらぬ。音楽にこれほどの力があるとはな。神格、オイラが思ってたよりもずっといっぱいの感想が出てきたな。音楽って確かに人にいろんなことを思い出させるよな。まるでオイラたちが今まで経験してきた全てのきらめく瞬間をギュッと濃縮してくれてるみたいだ。タンはどうだ？何か印象に残る旋律とかないか？両親が子守歌を歌ってくれたことがあるかどうかはもう覚えていません。リンエの民謡以外に今思い出せるのは、不当の船員たちの歌声、老舗の商人たちの呼び売りの声、そして街に聞こえてくる奏者の弾き語り。その通りです。以前はこのような旋律を聞くたびに距離感を感じていました。民衆にとって私は人でないものでしょ。私は人の芸術や感情をうまく理解できず、その生活に溶け込むこともできませんでした。
少なくとも以前の私はずっとそう思っていました。でもだんだんそれらすべてが自ら思い込んだだけの束縛のようなものなのではないかと薄々感じるようになりました。それらの旋律から私が感じたものは他の人が感じたものと大した違いはありません。太陽が昇って月が落ちて日々の出来事や人情の移り変わり、出身が違ってもみんなそれぞれの生活を過ごしていてもとても平凡な日常があって、街で見聞きすることがあって、結局みんな同じですよね。そうだな、カオンも早く歩み始めようぜ。オイラが友達を数えてやるからさ。上司は置いといて、国生とか神格とかはどうだ？あいつらだってそうだろ？そう、我は友達だ。同じ死についていることを考えれば、兄弟弟子としてお互いに呼び合うべきなのだろうが、我が友達の意味を理解した今、我らの関係は友達と言った方が近い気がする。皆さん、ありがとうございます。春になって花が咲いたら、国生を連れて共に我が家へ遊びに来るとよい。様々な花を植えているから、中には主が好むものもあるはずだ。そんな、申し訳ないです。友達なのだから遠慮する必要はない。栽培や手入れの方法は全て主が教えてくれた通りにやった。だから主が意見してくれれば、次はもっといいものができるはずだ。観賞用のものは分けておくから、残りは全部食べていい。それでは先にお礼を言わせてください。あ、ここはお言葉に甘えてと言った方が正しいのでしょうか。そうなのか、我にもわからない。もうそんなことばっかり気にすんなって。それにしても女子会なのに集まって花を食べようとするなんて、さすがはあの船長の弟子って言うべきか。不敬な真似をしておるのは誰だ。わらわを鮮明ではなく船長などと呼ぶとはな。師匠。シンク。出た。これぞ天から降りてくる大船長だ。この方ではなくこれだと。しばらく見ぬうちにお前はますます調子に乗るようになっておらぬか。まあよい、ここはわらわが大人になってやる。カウンの書き置きは受け取った。お前たちが探しているものにはわらわも心当たりがある。どうだ、わらわについてくるか。我にはまだ修行がある。師匠や主らと共に行くのは遠慮しておこう。うむ、日が暮れたら船夫でわらわを待っておるといい。
せっかくの祭りだ。己の思うがままに料理を楽しむのだぞ。消灯を飛ばしたかったらいつでも来てくださいね。ありがとう、怪盗祭を祝して。紀州という名について、カーンは無論知っておると思うが、お前たち聞いたことはあるか。紀州とは塵の魔人ハーゲントゥス。彼女は元気な性格で発明と賑やかなことが大好きだった。遥か昔、ここの町はまだ繁栄していた。紀州はよく友人を自宅まで連れて行き、その一番大きな石の食卓へと座らせたものだ。鳴海製菓のやつはいつも誰よりも先に新しく集めてきたお宝を卓上に並べておった。覚えてるぞ。まさかあの鳴海製菓神君だったなんてな。彼はわらわたちの旧友であり、良き好敵手だった。やつのことを思い出し始めると、またいろんな思い出がよみがえってくる。やつがお宝を出すと、途端に皆は落ち着かなくなってしまうのだ。我先にと評価を競い始めるのだからな。わらわと紀州ももちろん、他の者に遅れを取ってはおられぬ。それでそれぞれ自信のあるからくりを食卓に並べるのだ。仙人というものはそれぞれの能力を持つがゆえに誇り高いものだ。そのせいでわらわはいつも鳴海製菓と言い争っておった記憶があるな。何せ奴が得意なのはただのお宝探しで、手持ちのお宝の中に自ら作ったものは一つもなかった。いつも己の手で作り上げているわらわと比べれば遠く及ばないのだ。シン君、またムキになり始めちゃいましたね。話を戻そう。まあそういう時、紀州は高みの見物を決め込むやつだった。口喧嘩に混ざってくることもあったが、多くの場合は皆と共にざれ言を言ってきたものだ。ざれ言って？それこそ何でもありだ。時にもう口喧嘩はやめましょうよ
どうせ二人とも私に勝てやしないんだからなどということもあれば、時にあの二人の喧嘩が終わったらみんなで一緒に山を降りて焼肉でも食べに行きましょうなどと。彼女のことだ。あれで皆を元気づけようとしていたのだろう。まあ確かにそれなりのコツを知っておったのは認めてやる。何せわらわを不快にさせたざれ言は一つもなかったからな。それに彼女から船長だの白いのだのとは呼ばれたことがない。お前そんなぐちぐち言わなくてもいいだろう。とにかくわらわたちが議論に燃えているといつもかまど神マルコシアスがおいしい料理を持ってきてくれた。かまど神の顔を立てぬ者は無論いなかった。皆争いをやめて食卓を片付け宴を始めるのだ。そういえば当時帝君が持ってきてくださった杯はいつも真四角なもので、わらわは習慣に合わないとよく文句をつけていたのを覚えている。だがお前たち四角い杯など使うか。そういうことだ。帝君といえども迂闊な時もあるのだな。かまど神の料理を作る腕についてはわらわですら文句をつけがたい。食事中紀州もまたいろんな話題を持ち出して、ああだこうだと皆の笑い声は止まらなかった。あの老骨どもにはそれぞれ悪癖があったにもかかわらず、やつらと一緒に食事するとなるとあんなにも楽しかったのはなぜだろう。わらわは高いところから日が昇り月が落ちるのを見届けて、時が来れば宴はしまいだ。歌人老一神君はそのまま残って、よく紀州と一緒に短い花見をしてから帰ったものだった。あの頃は瑠璃瑠璃がここからあちらまで花の海のようにそこら一面を覆い尽くしていたのだ。歌人老一神君ってピンです。皆さんよくご存知のピンバーヤのことですよ。ああ、なるほど、あいつか。って違う。昔話は面白かったけど、オイラたちは鮮魚を探しに来たんだろ。それとも鮮魚ってその紀州のことか。でも当のそいつはもう、はあ、わらわがこの地をずっと訪れなかった理由はこの廃墟に触れて心を揺さぶられるのが嫌だったからだ。お前がこのように請求にあれこれ聞いてくるせいでわらわの感傷的な気持ちが無駄になってしまったではないか。まあよい、今から詳しく説明してやる。仕掛けの術のことでよく紀州と言い争ったものだった。互いの言い分をどちらも譲らなかった。わらわはかつて二種のからくりを批評してもらうため最も公正なる岩王帝君を宴に招いた。なんと帝君は紀州の栄子からくりの方がやや秀でるとおっしゃった。
口にしたくはないが、わらわは分かっておるのだ。仕掛けの術において紀州は確かにわらわより一枚上手だった。紀州と歌人の物語についてはある鈴のことから話さねばならぬ。仕掛けの術が作曲家にとって変わることはなくとも、その質はそこらの作品と変わらぬと紀州は考えていた。対して歌人は、音楽は魂の発する感情ありきの声だと言い、からくりが自発的に作りはしないと考えた。二人があまりに争うから帝君を呼ぶしかなかった。やがて帝君は鈴を持っていき、さまざまな儀式に使った。それからあやつらはよく山に集い、音楽や仕掛けの術、そして人間社会のあれこれを議論するようになった。だがそんな光景も長くは続かなかった。魔人戦争が起こり、桐原も戦火に巻き込まれたのだ。やがて紀州は敵に敗れ、戦場で散った。わらわや歌人が着いた時、廃墟に残されていたのは旧友の侵害のみだった。その後、歌人の要望のもと、岩王帝君は先人の鈴を彼女に持たせた。わらわも旧友の考えを継いで紀州旗を少々改造し、思いを託したのだ。小刀は飛んでは落ち、人もまた集まっては散りゆく。何を見ている、桐原か。この山水を見ている。人が死ぬは灯火が消えると同じ、仙人もまたしかり。いつの日か我らも皆塵になって土に帰り、この世に帰るのやもしれぬ。わらわは淡泊な性格ゆえに、感情も控えめで交際を好まぬ。紀州との付き合いも仕掛けの術の議論によるものだ。でもお前は結構友達が多いし、おしゃべりも上手だと思うぞ。人前でひるまぬことと友人作りが好きということが等しいわけではあるまい。わらわのようなものを陽気な内向型というのだ。そもそもわらわは歌人老一とは違う。あやつはキリッとした性格だが、それでいて繊細さも併せ持つ。その上口も利く。紀州との友情といえば、あやつの方がわらわより深いはず。あの二人はかつて好敵手だったからな。何度も作曲で勝負したことがある。その先人の鈴も紀州の自信作だぞ。作曲だけでなく演奏だってできる。変だな。先人の鈴はピンバーヤが旧友から借りたものだって言ってた記憶があるぞ。若い頃綺麗なものが好きだったからとかも言ってたよな。綺麗なものが好きだったからだと。バカを言うでない。この鈴には悲しい思いが秘められておる。言い出せるような時でもなかったゆえ、あえてお前たちにはそういうふうに告げたのだろう。それに旧友となると他に誰がいるというのだ。当時勝利という名の人が鈴を借りたいと言っておると聞いた歌人老一は、すぐにそのものを帝君だと推測した。その上帝君が重要な決断を下したと判断したのだ。
長年の付き合いであるゆえ、そのくらいのことは互いに思い当たるというわけだな。合言葉みたいなもんだったってことか？すごいな。話がまたそれてしまった。どこまで話した？ああ、思い出したぞ。先人の鈴は仕掛けの術によって奏でられる伴奏にぴったりなものだ。操船の儀式においても幾度かその力を発揮してきた。その後、歌人浪一があえてそれを持っていったのは奏奏曲を作るためではなかった。彼女が鈴を揺らして音を出すとき、奏でられる旋律はいつも紀州が作ったあの曲だった。あの二人は音楽において思想のぶつかり合いがあった。しかし誰も思ってもみなかったことなのだが、紀州が言った後、歌人浪一が金をつまびいて彼女を忍んでいると、二人の作った旋律が次第に一つになっていったのだ。歌人浪一もかつては賑やかなことが好きな性格でな、お酒や歌が好きだった。しかし紀州が行ってしまった後は他の者とあまり付き合わぬようになった。いつも一人で山頂に座って金を引きながら考え込むようになったのだ。その音は悲しみに満ちていたり穏やかだったり、感情が高ぶったり。何年過ぎた頃かは知らぬが、やがて奴はようやく満足のいく曲を作れたようだった。雲に向かって曲を奏でることでその喜びを示したのだ。残念ながらわらわがその曲を聴けたのはあれっきりだが、お前たちの調べておる件だが、もしかしたらかのフォンテーヌ人の先祖はその頃水に溺れ歌人浪一に救われたのかもしれんな。でもどうしてピンバーヤは満足できた曲を一回しか奏でなかったんだ？ふむ、わらわも気になってしょうがなかった。だから彼女に問うたのだ。こんなに手間をかけて編曲したものをなぜもう奏でないのだと。すると彼女はこう言った。金の弦は切れていないが、死因はもう行ってしまった。龍雲、この曲は誰に聴かせればよい？幼い頃のことはシン君の世話になっていたことしか覚えていません。魔人戦争が終わった後、私は契約を果たすためにリーユー校に残りました。紀州には何度か会ったことがありますが、そんな過去があったなんて知りませんでした。紀州は先を見通すことのできるものであったが、この世から去るのが早すぎた。雲海堂天にある図面は未完成のままで、残された空白を思うといつも忍ばれる。かの仙人を探していなければ、このような王子もおそらく砂塵の中に封印されていたのだろう。今お前たちは人を救った仙女が歌人浪一神君だと知ったわけだが、彼女とこの件について話すのか？
ことでピンが悲しい思いをするのが、シン君は心配なのですか？その通りだ。わらわにとっても、歌人老一にとっても、旧友が言ってしまったことは、あまり触れたくない悲しい記憶だ。でも、僭越ながら、それも、あくまでシン君の推測に過ぎないのではないでしょうか。お？というと？ご存知の通り、私はリーユー校に長い間おりますから、多くの人々との別れも味わってきました。家族や親友がいなくなる痛みや辛さは、身に染みてわかっています。でも、町も人も前に進み続けているんです。ピンは聡明な人だから、この道理を分かっているはずだと思います。仙女が一人山の中からいなくなりました。でも同時に、人の世には人生の先輩が一人増えました。私たちは失うこともありますが、得るものもまた増え続けています。いろんな人を助けた彼女は、これからももっとたくさんの人に進むべき道を示してくれるでしょう。そして彼女に助けられた人々は、彼女の友人になって、一緒に花見をしたり、音楽について議論したりしてくれるはずです。親友をなくすのはもちろん悲しいことですが、人生はそれでも続いていく。その先では、きっと新しい友人が彼女を待っているはずです。怪盗祭に音楽祭を取り入れることについても、オイラたちピンバーヤの意見を聞いたんだぞ。いっそのこと、あいつも誘ったらどうだ？もしかしたらピンバーヤのステージが見られるかもしれないぜ。まったく、若者の割にはよく考えておる。じゃあ、シン君も一緒に来ませんか？ピンもあなたとは久々の再会ですし、それに怪盗祭の間、リーユー校もお祭りのために新しく飾り付けられているんですよ。怪盗祭だからといって何の新しいものがあるというのだ。あやつのことにしたって、会いたければいつでも会える。それは違うと思います。毎日のどんな時間も、毎年のどの月も、それぞれ全く違うものです。ずっと待っているだけというのは良くないです。よかろう。わらわは先に失礼する。他の老骨どもがこっそり町に遊びに行っていないかどうか、見てやろう。では、私たちもシン君をあまりお待たせしないよう、急いでリーユー校に戻りましょう。霧原、霧州。もしちゃんと栽培して手入れをすれば、いつの日か、霧原にまた一面のルリユリを咲かせられると思いますか？わらわは先ほどの褒め言葉を撤回するぞ。お前という子はやはり甘い。シン君、まだ言ってなかったんですか？お前たちがずっと動く様子がないから気になって戻っただけだ。次こそ本当に行くぞ。
その足の速さだけは褒めてやる。わらわもついたばかりだぞ。今日はどういう風の吹き回しだい？みんな揃ってバーヤを見に来て。船長のお姉さん、まだ話してないのかよ。何を話すというのだ。それになぜわらわが話すことになっているのだ。ピンバーヤと一番長い付き合いなのはお前じゃないか。はあ、歌人そうではなく、ここはピンと呼ぶべきか。龍雲、今日は話し方もいつもよりかしこまっておるのじゃな。その、ふむ。時は怪盗祭、好天に恵まれ、風からは花の香りが。関羽、お前に任せた。はい。始まりは、先祖を救った仙人を探すドヴォルザークさんに私たちが手を貸そうとしたことでした。龍雲神君から仙楽を奏で水に溺れた人を救ったのはまさにあなただと聞きました。おお、なるほどな。確かにそのようなこともあったの。そんな昔のことをよく覚えてくれておったの、龍雲よ。さらに珍しいのは、凡人の寿命は短いものであるにもかかわらず、昔の出来事がこのような形で今まで語り継がれてきたことじゃ。またあいつの思った通りだったの。あいつって紀州とよく呼ばれておるやつのことじゃよ。龍雲の表情からすると、もう彼女のことは聞いておるんじゃな。はあ、わらわが望んで話したわけではないぞ。よいのじゃよ。怪盗祭はまさにリーウェを守ってくれた英雄たちを記念するためのお祭りじゃ。紀州は今日のこの壮大な景色を見ることはできないが、英雄の名にふさわしい存在じゃった。そのさ、紀州は一体なんて言ったんだ？知恵ある彼女は、人間とは弱き生き物であり、それらを守りたいと初めの頃に言ったのじゃ。だが、多くの人と接した後、彼女の考え方にも変化が生じた。人の心はなんと繊細で精巧なものか。その英知や努力はあまりにも輝いていると、あいつはよくしみじみ感じておったものじゃ。そして決して人の潜在能力を軽んじてはいけないと。少し導いてあげるだけで比類のない強き力を発揮できるのだと。いつかは人が彼女と同等の力を持つようになり、互いに学び
成長を促せるような存在になるかもとも言っておった。口だけはよく回るやつだ。あやつが仕掛けの術においてわらわに勝てるのも、そのよく回る口が大半の勝因だったわけだからな。そういえば龍、あのからくりの盆景をまだ覚えているか？あなたたちが送ってくれたプレゼントじゃ。無論覚えておるぞ。あれを作るのは大変だったからな。あれはわらわたち二人の技術の真髄がこもっていると言っても過言ではない。紀州はな、すべての草や花が集まってこそ私たちの家だとばあやに告げたんじゃ。目の前にあるこのリーウェと同じじゃよ。ピンばあや、なんだかセンチメンタルになってるみたいだな。ばあやたちの中では彼女ほどこのように賑やかで盛大なお祭りが好きな存在はいなかった。彼女がまだいればきっと飽きもせず龍雲たちと作品の勝負をしておったのじゃろうな。リーウェ校では新年や節句のたびに音楽が奏でられる。音律についてはきっとあやつはお前のところに行って共に鑑賞し語り合ったはずだ。そうだ、音楽！ピンバーヤがその時奏でたのって一体どんな旋律だったんだ？それにそれに、ピンバーヤがそんなに音楽に詳しいんだったら一緒に音楽祭で演奏するのはどうだ？すぐ手配いたします。興ざめなことを言いたくはないんじゃが、金はのう、もうずいぶん長く弾いておらんのじゃ。腕がなまってしまった。曲を弾くたびにあいつのことが思い出されての。ばあやが編曲した旋律を果たしてどう見てくれたんじゃろうな。一時期金を弾くとあいつが隣の石の腰掛けに座っておしゃべりに付き合ってくれておるように感じておった。衣装同点も鳴海製菓もみんな昔のまま。時間がどんなに過ぎたとしても曲を奏でるだけで全てが記憶通りによみがえってくれるんじゃ。やはり昔のことを吹っ切ることはできませんか？完全に吹っ切れたというと嘘になるからの。じゃがどれほど悲しいと言っても、悲しみのほかに美しいものもいろいろと見れた。この人の世で生活しているとな、永遠に悲しみに浸りたいと思ってもそれがまた難しいことなんじゃよ。ほれ、ばあやの盆景はとてもきれいじゃろう。素直な心境になって初めて悲しみに直面できる。お前は確かに少し成長したな。
とにかく若者の舞台なんじゃから、バーヤは遠慮しておこう。ピンバーヤがそう言うなら。バーヤ、おや、みんな大勢集まっちゃって。何か事件でもあったのか。縁起、心配無用じゃ。大丈夫じゃよ。みんなバーヤに顔を見せに来てくれたんじゃ。いいことならいいんだ。ちょうどいい機会だから、私からも挨拶させてくれ。怪盗祭を祝して。怪盗祭を祝して。あ、私急に思い出したのですが、月海亭での仕事について、縁起と相談しないといけないんです。それがずっと機会がなくて。ロボルザークさんの方はお願いしますね。シン君、ピン、先に失礼します。今から？どの分野の事件を、カウン先輩。カウという子はやはり嘘をつくのが下手じゃな。わらわのおしゃべりのコツをちっとも吸収しておらぬとは残念じゃぞ。めったにない機会じゃ。龍、少しくつろいだらどうじゃね。お茶を入れるから、ちょっと話でもしようじゃないか。うむ、わらわもやぶさかではない。今度そのフォンテーヌ人の方に会ったら、バーヤの気持ちも伝えてくれるかい。音楽祭が大成功を収められますようにと。任せろ、ピンバーヤ。ありがとうね、バーヤの話をいろいろ聞いてくれて。あの旋律については、いつかバーヤの準備が整ったら言ってあげよう。やった、楽しみに待ってるぞ。金の音が再び奏でられれば、彼女もまた竜エコーに舞う無数の砂塵のように、地上や空から近頃の繁栄ぶりを見て、どこかでこっそりと北総へもやもしれんの。じゃあ早速この情報をドボルザークおじさんに伝えてやろうぜ。ピン、わらわたちもこれからはもっと顔を合わせた方が良いのか。無論、しかしバーヤはリユエコーに長く居すぎた。会うならばあなたの方に足を運んでもらうしかないの。どいつもこいつも、神格もいつもリユエコーのことをわらわに聞かせてくれる。これではまるでわらわが聞かせてくれとねだっておるようではないか。リュウ、いっそあなたもこっちに引っ越してくるとよい。ここならばあなたとおしゃべりできる人も多い。仕掛けの術に興味を持つ才能ある子が探せば見つかるはずじゃ。さあな。
こんにちは。そっちは順調だった？順調順調、絶好調だぜ。おじさんが探してた人もオイラたち見つけられたぜ。本当か？私の先祖が聞いた旋律は、仙人が旧友を偲ぶために奏でたものだったのか。だからこそそれほどまでに美しく人を引きつけたのだろうな。お、おじさんからの第一の感想はやっぱり特別感があるな。こういうのが音楽家が持つべき思考なのか。しかしやはり信じがたい。かつての仙女がすでにバーヤになっているとは。ひひ、それならオイラから説明してやるぞ。リーユへの仙人ってのはな、基本的に老いることはないらしいぜ。だから歌人老一神君、つまりオイラたちのよく知ってるティンバーヤは自分で年を取ることを選んだんだと思うぞ。ティンバーヤは教養があるし、物事の本質を見通せる。たとえ彼女がどんな外見や身分を選んだとしても、その澄み切った心が変わることはないわ。国生の方がオイラより言葉選びが上手だな。オイラも同じことが言いたかったんだぞ。ちゃんと、直接会ってお礼を言わないと。だが音楽祭が終わってからにしよう。今感じているこの気持ちと最高のコンディション、全てをこのショーに捧げたい。あ、そうだ、ティンバーヤから音楽祭が大成功しますようにだってさ。あいつはいつもの場所で、遠くからだけどこのステージを最後まで聞いてくれてると思うぞ。本当か？いけない、緊張してきた。ダメだ、リハーサルをもう一回やっておきたい。皆さん先に失礼する。この前あいつ、人にとっての音楽の意義を聞いてきてたよな。今回の件でこれも多少は収穫ありってところか。新しい感想があるならぜひ聞かせて。音楽はいいことのために使われるけど、それを使って悪事を働くこともできるんだってオイラたち気づいたんだ。音楽を聴くとみんなは楽しくなったり、感動したり、時には悲しんだり、懐かしくなったり。音楽は人々の心の中にある記憶で、時空を超えて思い出をつないでくれるってどこかな。君たちもいろいろあったみたいね。構わないわ、後でカウンが全部教えてくれるはずだから。ええ、でも後片付けが少し残ってるだけで大変な仕事ではないわ。みんなが喜んでくれるならどんな努力も報われるもの。
ええ、怪盗祭を祝して。ふぅ、これで全部片付いたな。おや、待てよ、何か忘れてる気がするぞ。なんだっけ、初めから思い出してみるぞ。ああ、あの方なんとかのタケノコだ。勝利は急がなくていいって言ってたし、まだ間に合うはずだよな。間に合わなくてもオイラたちのせいじゃないぞ。自分で取りに行かないあいつのせいだからな。まあいいか、そんなことより往生堂に向かおうぜ。